デルデベスによるピアノ楽譜の表紙。1847年。パキータは1846年にフランスで作られた全二幕サンバのバレエ作品。腹振り付けはジョゼフ・マジリエ。音楽はエドアール・デルデベス。ナポレオン軍占領下のスペインでジプシーの娘パキータがフランス軍将校リュシアンを陰謀から救う恋物語である。 民族色あふれるスペイン風の踊り、ジプシーの踊りが見せ場の一つとなっている。若きマリウス・プティパがロシアで初めて演出を手掛けた作品としても知られており、今日ではプティパ版の抜粋が一幕の作品として上演されることが多い。パキータのバリアシオン・サラゴサ郊外の谷間で、デルビリ将軍と息子のリュシアン、総督、ロペス、ロペスの妹、 セラフィナらが集まっている。戦役で権力者となったデルビリー伯爵は息子を総督の妹と縁組させようとしているが、リュシアンは愛情を感じないセラフィナとの結婚には気乗りしない。ロペスもまた自国に攻め込んできた、フランス人どもを心密かに憎んでいた。この時、イニゴの率いるジプシーの一団が山から下ってきた。 この中にジプシーらしからぬ雰囲気のパキータがいる。リュシアンは彼女に引きつけられる。イニゴも以前からパキータに好意を抱いていたので、リュシアンに対して激しく嫉妬する。二人は衝突しそうになるが、総督の取りなしで何とかその場は収まった。イニゴがリュシアンに敵意を抱いていることを見て取った。総督ロペスは、イニゴを雇って、リュシアンを暗殺することを思いつく。 第一バジプシーの住居の中、パキータは昼間で会った昇降リュシアンのことが忘れられず、思い悩んでいる。そこに仮面をつけたロペスと、イニゴが現れた。リュシアン暗殺が計画されていることを知ったパキータは、立然とし、なんとか、これを阻止したいと考える。やがてリュシアンがやってきた。食事とともに、読書を供されるが、パキータがなんとか飲ますまいとする。 リュシアンも様子がおかしいことに気づく。パキータは一瞬の隙をついて、酒好きを入れ替え、イニゴはそれを飲んで倒れ込んでしまった。第二バサラゴサのフランス軍司令官邸、デルビリ将軍と総督ロペスラを囲んで、舞踏会が行われている。リュシアンの姿が見当たらないので不安に思っていた矢先、本人がパキータを連れて現れた。リュシアンは、 襲撃を危うく免れたことを話し、自分を救ったパキータを紹介する。その場でリュシアンは求婚するが、身分の違いからパキータはそれを拒んでいる。この時パキータは、総督ロペスを見て、それが仮面をつけてイニゴと共にやってきた男だと、見破った。悪事が露見したロペスは連行され、ようやく危機は去った。それでもパキータは幸福につながるとは思っていない。 しかし舞踏の間に掲げられている肖像画を見るや自分の胸に下げているメダイオンの絵と同じであることに気づく。彼女は行方不明となっていたデルビリ将軍の亡き弟の娘であった。晴れて家族として受け入れられ喜びの中に祝いの舞踏会が始まる。初演は1846年4月1日にパリの提出音楽アカデミーで行われた。 カルロッタ・グリージが、パキータ役を、リュシアン・プティパが、リュシアン役を踊った。物語がやや通俗的であるものの、第一定性時代のフランスを再現した、舞台装飾とグリージの踊りが見事であったとして、当時の批評家ティー・ゴーティエはこれを交換した。グリージのパキータ役は当時としては、ポアントで立つ時間が非常に長かったとされ、雑誌、ル・コルセール・サタンは、 最大級の賛辞を送ったという。好評に後押しされる形で、同年6月には、グリージオ、パキータ役として、ロンドンの王立劇場でも上演され、オペラ座では1851年まで演じられた、ミハイル・フォーキンの噴するリューシアン。1898年、マリーンスキー劇場にて、1847年、第一部当主として、 ロシア提出劇場に招かれていた弟のマリウス・プティパは、パキータの評判を聞きつけた、支配人 AM ・ゲデオノフの依頼を受け、PF ・マレベルニュと共に新演出でこれを上演した。これは、マリウスのロシアにおける振付や、舞踏手デビューとなり、ロシアのバレリーナ、イ・アンドレアノアと共に、皇帝ニコライ一世の午前で、リュシアン役を踊った。 それから34年後の1881年、プティパは新たに、レオン・ミンクスの音楽によるパド・トロワと、グランパを加えて大幅な改作を施し、1882年1月8日に、提出劇場で上演した。作品の設定がスペインであるにもかかわらず、提出バレエ学校の生徒に踊らせるマズルカを挿入するなど、ややこじつけに近い部分もあったが、 振付をほぼ全面的に一新して、グランパによって、終幕の祝いの舞踏会を強調したものとなった。プティパの死後は、全幕ではなく、この第三幕のみが演じられるようになり、ロシア革命後の1920年代には一旦、上演が途絶えてしまう。しかし1957年に、 ソ連のケイ・ボヤルスキーがグランパの実を再演し、また西側に移住していたジョージ・バランシニア・アレクサンドラ、ダニロワが、ミンクスの楽曲部分を修正したものを一幕物として、復活させた。同様の動きが、各国に広がり、今日上演されるものは後述する。ラコット版を除き、ほとんどが、この短縮された、ミンクス・プティパ版を下敷きとしている。2001年1月、 パリオペラ座のピエール・ラコットにより、長らく演じられなかった1881年版の全曲上演が行われた。マジリエの腹振付が、今日まで正確に伝わっていないため、プティパによる追加部分以外は、ラコットが新たに振り付けて二幕構成に復元した。オペラ座のレパートリーに加えられ、その後も繰り返し再演されている。台本の漢訳は、平林正 19世紀フランスバレエの台本2000年、ISBN4 から766408276、ピアニッシモ13、131から145を参照。ABA デゲン、パキータ、インターナショナルディクショナリー・オブ・バレエ、ボリューム2、ストリート、ジェームズ・プレス、1993、ISBN1 から55862から158、X。 ピアニッシも1073から1074ポワントが最初に教科書に書かれたのが1830年代で技術として確立してからまだ日が浅かった。優雅にして軽妙、魅惑的であり、かつ貧章、快活であることにおいて比類がない。グリジジョージ情の憤するジプシー娘パキータは頻繁に舞台に登場し、鳥のごとくか細い足は 休むことがなかった、セロダブリュー・ボーモント、コンプリート・ブック・オブ・バレース、1949、パットネム、P229 より、マリウス・プティパ・ジデン、石井王次郎役、新書館、1993年、ISBN4 から403230342、40 P47、ユリウス歴では1881年12月27日。このため、 各種文献では1881年と書かれることが多い。ありがとうございます。